と道で困ってる人はなんか自分が困ってる時にやっぱり助けてほしいから他人にも親切にするっていう自分に対する愛着になるわけですかね。わあ、難しいですね。なんかイエスとノーで答えられない。マナサ先生に聞きたいですね。聞きたいです、ね、両親とは。でもその前やった話でいくとその親切にする日と親切にしない日があるかもしれない。その日は親切にしたけど、うん、別の日はイライラしてて親切にできなかったとかあるから。そうなんですよ。上鶴さんの例もう一回言ってもらいます。ぼんやりしてた。何言いましたっけ。なんかそれは簡単にイエスなんで言えませんねって言って私が言ったやつです。何でしょう。自分への、あ、なんか例えば道で困ってる人を助けるのは、うん、自分がやっぱり親切、そういう立場になったら親切にしてほしいから自分に対する愛着をこう投影してるんですね。ノーノーですか。だと思う。なんだろう、それは両親じゃない。両親じゃない、うん、自分に対する愛着は両親じゃない。社会性とか、うん、パートナーとかそういう言葉が入ってくると思う、両親には。そもそもなんか我々のような社会を築いていない生き物には両親はないと思う。だから自分に対する愛着とかはもう全然違う、うん、社会的動物にはじゃあ両親はあるってことですか。両親のように見えるものがあって、それは両親っていうなんかいわゆるその心の問題じゃん、それって両親っていうのはね、うん、我々は心によって動いてるけど、はい、他の生き物はそうでもなかったりするじゃないですか。でもアリとか新社会性昆虫動物って言われてる、ハチとかってもう身を捧げて相手のために生きてる、はいはい、けどそれは、両親っていう心と同じことが起こってるかどうかわからない、うん、だからそのメカニズムは両親のように動くだろうなっていう、うんうん、そう見える、そう見える、そう、で我々はそれに心っていうのを使ってるんでしょうね、うん、心があるのって人間だけなんですかね。難しい質問ですいや、あの哺乳類には心があるし、イルカにもあるでしょうね、脊椎動物とかだったら魚とかもあるんでしょうね。だからそれが我々はその言語っていうのがあるじゃないですか。その瞬間めちゃめちゃ難しくなる、難しいこと考えられちゃう、抽象的なこととか。そもそも両親なんていうカテゴリーは本当ないかもね、ふんわりしてて。でも言葉を作ったことによってそういう風ななんかガチャッと決められちゃうんだよね。もっとふわふわしてるんだろうね。あの鳥なんかがよくあの外敵から襲われた時子供を守るのもあれも両親じゃないんですね。あ、難しい質問。それね、でもそれ子供だよ、母性愛。それは本能、ね、だから本能、母性本能。すごく人間に特有だと思うのは、自分の子供とか自分の遺伝子を多少でも持っているものを守るのは、生物学的には不自然じゃないというか、うん、あ、それも自分のコピーだから。もうそもそも我々は、うん、まあ、有名なリチャード・ドーキンスさんが言ってるんだけど、その遺伝子の乗り物でしかなく、うん、この自分の遺伝子を残すものを大事にするようになってるんですよ、うん、だからなんか、メスのなんかカマキリに食われても身を捧げながら卵にしていくみたいな、うん、でも人間だけは、人間だけは、まあ、人間だけは、他人、全くの他人のために尽くしたりするんですよ、うん、そうです。遺伝的につながってないのに。それが両親と関係してると思う。あ、なるほど、うん、でその方が人類が長持ちするんでしょうね。でもその今博士が言う両親はこの本の両親の定義とは違いますよね。どうして。この本の定義は愛着から参る義務感なので、うん、そうね、愛着博士が言ってことは別に関与してなくないですか。どうして、うん、どうして、分かりますか。分かりますか。いや、あの、まず一つその見方が二つあって、あのだからその、行動とか起きている出来事から、うん、両親を定義するのと、うん、もう一つは心、この人は心理学者なんで心って何が起こっているから、そういうなんか心に焦点を当てているものと違うんですよ、うん、で人を助けるっていうのも、行動や起きている出来事からすれば何が基準だろうと人を助けてるわけです、うんうんうん、それは別にかあのどうでもいい、うん、で一方でその心理学者たちはどういう行動を取ったかは、二次的なもので、うん、何を基準に起こしたかが重要なんですよ、うん、その焦点が違うということで重なってる話だと思う、うん、さっき の, その困っている人を助けるっていう亀津谷さんの経緯だと別に愛着はない相手だったりするわけじゃないですか。あ、そう、となると別にそれは良心的な行動とは言えない。
マーサさんの定義はそこに何がありますかってことですね。なぜ助けましたか。もしかしたらそのあの世でも、うん、いい世界に行きたいからだったら両親じゃないよね。ああ、うん、自分、見捨てる自分はかわいい、なんか見捨てる自分が許せないとか違いますよね。そう違うね。社会人的な規範に従おうとしてるわけで、あれ一個あのサイコパスの基準が一個減っちゃったけど、まあいいや、うんうん、なるほど、うん、で、あ、じゃあ次行きます。こっからですね、この話は、この本は、うん、では、まあ、ちなみにこの両親が無力になる時っていうのも3つ挙げていて、うん、その1つ目が、その服従者がこの行動に自分この行動は自分に責任がないっていう風に考えるようになると両親が働かなくなる、うんうん、つまりなんか権威とかに両親が弱いっていうことを言っていて、うん、はい、それがなんかミルグラムの実験っていう実験を、うん、そうですね、うん、のあそうですの実験を囚人のやつ、囚人のやつ、囚人のやつは違う、違う、囚人と監視に分けてるやつ、こういうやつです、あのなんか電気ショックを与えるやつ、ああ、ミルグラムの実験わからんの説明してもらえます、こうそのミルグラムっていう人がそのこいつがサイコパスですよねすごいエグいことしますよねなんかあ教ミルグラムっていう人がその教授役で琥珀衣を着て教授役をしてて、うん、でそのミルグラムしてるんですよ、多分ミルグラムがしてるっていう風な書き方でした、はい、分かりました、はい、でその実験者一応その本当の実験者はこういうなんか電気装置をいじる人なんですけど、うん、まあ、一応実験者として、まあ、2人呼ばれて、でその1人がその電気ショックを受ける方で、もう1人が電気ショックを与える方でこう分けて座らせて、別室で座らせて、1人はその電気ショックが与えられる椅子の上に座って、でもう一人はそのミルグラムとその電気ショックを与える方で同じ部屋にいて、でどんどん3人とも同じ部屋に、あの電気ショックを受ける人だけ別室でいる状態で、その向こうの部屋の状態は一応その見えないようになっていて、でその本当は電気ショック起きないんですけど、起きない椅子なんですけど、その電気ショック起きてるように見せ、まあ、実験を進めていくんですけど、それでそのどんどんで、あの問題を出して2人が不正解だと電気ショックが流れる、でその問題を与える出す問題を、あ、問題出す人と一緒でしたっけ、わかんない、覚えてない、覚えてない、そこは10じゃない、いいんだよ、その問題を出してなんか外れたら電気ショックが与えられるって、でその外れるたびに電気ショックの量がちょっと増えてくる、ちょっとずつ増えてくるんですけど、そのいや間違えたりやっぱその一応その人も実験の内容を知ってるんで、まあ、間違えるんですよ、うんうんうん、結構、うんうん、でその間違えるたびにその電気ショックの量が上がっていく、でなんかその電気ショックのメーターにはここからここ以上は危険だっていうマークとかが貼ってあったりするのが、わざと分からない人は向けに、うんうん、でそれでその危険なゾーンに入ってもその押し続けるかっていうのをこう実験した、でその権威のある人がその結果から言うと、その権威がある人が隣にいるとその押し続けちゃう、で隣がなんかその部屋の人がもうやめてくれとかすごい痛そうな声を上げても押し続けてしまうっていうのが実験で分かったっていう実験があって、その人がいなければもっと早くやめてたのに、やめてたんですかね、でもその実験でその唯一その最後まで押さなかった人がいて、その人はその電気ショックだから電気系統に詳しい人で、そのこれ以上与えたら本当に危険だから私はやらないって言った人がいたってい う, うん だからその服従者、その電気ショックを、その今の実験で言う電気ショックを与える方の人はその権威によって、その権威のある人がそういうふうに言うから、この責任、この行動には自分責任はないけどこの人が言うからやるっていうふうに思っちゃうと両親が働かなくなるっていう、ミルグラムが横に一緒に見るときだけ押してやってる、そうですね、でなんかミルグラムが横にいない実験もあったんですけど、そうするとなんか押さない人が増えるらしいです、うん、なんかいわゆるそのアウシュビッツ収容所で、うん、ナチが将校たちがいろんなひどいことをしたのもそういうこのミルグラムの実験で例えられていますよね、そうですね、上から言われたからしているんだっていう、だそもそもこの実験なんか第二次世界大戦の、うんうんうん、その時にの
こうなんかあれですよね、なんかその裁判の時になんか人にはみんなこれやっちゃいけないことって分かってるのにどうしてやるんだろうってミルグラムが思ったところからこの実験が始まったっていうのをなんかネットで見ました。ネットで見ました。それはそうなんですね。そういう状況下じゃないとこういう実験できないでしょ。そう本当に。だからまあその権威にちょっと良心が弱いっていうことを言ってます。あとまた2番はまた重なるんですけど、その命令を下す人間が近くにいるときに良心が無力になる、うん、最近あの NHK スペシャルであの東大があの実験を捏造してたと、東大のある教授がっていうのを特集してたんですよ。でそこで権威のある渡辺さんだから名前間違えたら怒られちゃうんですまあ、ある教授がもう不正行為で捕まったんですけど、各研究室に、指示を出すらしいんですよ、捏造しようと。で、それはこうするもんだで疑問を言ったとしてもそういうもんだから大丈夫だって言ってたらしいんですよ。だから それで、答えた人は、両親がだんだん麻痺してきましたって言ってたんですよ。これプチ好きですか。あ、そういうことじゃない実際の最近の例でもあるんですよね。上にいる人が命令しちゃうっていう。なるほど、それで弱まると、そうですね。そうで3番目が相手を人間として見ていない時、うんうん、でその相手を人間として見ない人の例でその、うん、私がこの間、うん、このなんか深夜にやってたドキュメントをちょっと見たんですけど、なんか戦争についてのドキュメントです。なんか、はい、でそのなんか戦争でその性暴力を受けた女性と、はい、その戦争で殺してしまった人を殺してしまった罪悪感に苦しむ男の人が出てくるんですよ。こんなものを寝る前に寝る前に見たんですけど、はいはい、なんか殺してしまった方の男の人は、うん、やっぱり殺す時は人を人として見ていなかったっていう風に言っていて、はい、その人はそのなんか度胸試しかなんかで人を突き刺すなんか訓練があったらしいんですよ。そのなんか一番最初に、はい、人を突き刺すね、人を突き刺すのを使って、はい、あ、そうですよ。で、軍人だからね。あ、そうですよ、うん、で多分中国の満州あたりの出会ったかやったやだと思うんですけど、うん、そんな昔の話なんですか。その何人で日本人です。日本人の人がその大、あの太平洋戦争の時にその敵地に行った時に、じゃもう90歳ぐらいですよ。あ、そうですそうです。なんか本当もう結構もう耳が遠い感じの人です。でその突き刺したっていうようなことをやってて、その突き刺す時はやっぱり人を人として思ってなかった。あとは銃で他の人なんですけど銃で撃ってその死体の上を歩かされたりとかするっていう。でまあそれもその時は本当に人として思ってなかったし、それがさっきの話みたいにそのずっとそういう軍国主義で教育を受けてきてたからそれが悪いことだとは思わなかった。上からの命令だ。そうです、そうです。で思わなかったみたいな。でも今考えると本当にすごいことをしてしまったってい う, うん、今じゃ絶対ありえないけど、うん、その時はそう思ってたってい う, うだから羊たちの沈黙って映画で連続殺人をされてるんですけど、ある時下院議員かなんかの娘さんが誘拐されるんですよね。でそれを FBI の人たちが助けようとするんだけど、その時にテレビで、うちの娘は、子供の頃の写真とか見せたりして、こんな風に育ちました、すごく可愛い子なんですよとかテレビで言うわけですよ。でそれを見てる FBI のなんか訓練生たちが賢いわねと、あの犯罪者に彼女が人間だってことを思わせようとしてると、あ、物じゃないと、皮を剥いて殺すもんじゃなくて人だと思わせようとしてるって言ってたました。それはそれですね。それですね。ああ、そう敵視の対象はなんか物として扱われて、なんか人は物として扱うらしいんですよ。でその集団から排除すべきものっていうふうに考える、ジハードとか、なんかまさにね、今のアラブとイスラエルと、でなんかそのマーサースタウトはそのマーサースタウトの町に焚き火をやるらしいんですよ、その独立記念日の、自分が住んでる町にね。そうです、でそのなんかすごいお祭り、すごい盛り上がるお祭りで、すごいなんかみんなワイワイしていてみたいな、うん、でその焚き火が、その焚き火の中にもしこの場所、焚き火がそのお祭りとしてこう盛り上げる材料だから今も盛り上がってるみたいな人たちは、うん、でもこの中にもし人がいたらみんなすごいもう大慌てするし、うん、こうなんかもう慌てふためいちゃう。でも、うん、この中にもしその、まあ、これアメリカの話なんで、うん、そのフセインがいたらっていう、
当時だな、古い昔そうですよ、私も調べたら、まあ、今だったらもしかしたらウサマ・ビン・ラディンとかもそれも殺されちゃったけど、ね、その辺りの極悪人だったとしたらっていう、だからなんかみんな多分同情しないっていう風にこの本はアメリカなんで書かれてて、そういう実験もあるよね、あの 殴られた人の顔を見せて、うん、かわいそうと思うかっていう話をして思うみたいなことを書くのか、何かこうケーキをつけて調べるのか分かんないけど、その後これはあなたの、奥さんを浮気した相手だと思うと殴られたことに対してあの罪悪感を感じなくなるっていうか、かわいそうと思わなくなるみたいな、うんうん、そうですね、敵ですよね。そうだからその敵視の対象は物として扱われて集団から排除すべきとみなされる。そうだね、これ僕思ったんだよね。だからその死刑反対っていうのも、うん、本当はあの人間を殺しちゃいけないじゃないって僕は前から言ってて、それなんかあれにも書いたけど、人は別に人間殺しちゃいけないと思ってないんですよね。だからあの戦争も良しとされてるし、死刑も認められてるし、日本だったら特に7割ぐらいが死刑していいって言ってる。それ仲間を殺しちゃいけないっていうのが、本当の意味なんですよね。だから日本人たちを殺した人だったら殺していいになっちゃうんですよね。なんかね、死刑もさっきのなんかその両親の話ちょっとあるかもしれないけど、なんかその執行する人ってどのボタンがその死刑囚の床を落とすか分かんないようになってるんですよ。なんか3個ぐらいあって、刑務官が3つ同時に押してどれか1個が釣られてるんだけど、その押した人が両親を痛めないように、辛いじゃないですか、やっぱり一応なんかそういう執行する、ね、一応仕事だけどで、ね、だからそういう風に軽減措置みたいなのしてあるのかな、そうかもね。ちなみにその日はもう仕事しなくていいらしい、ね、もうしなくていい、僕も認めよう、それはしなくていいじゃ仕事これ戻ってみようと思います。戻っていいの、私が「イット」っていうふうに多分「イット」って書いてあるんですよ、でもおそらく「モノ」だと思います。「モノ」だと思います。でそのまあ博士がおっしゃった通りなんですけど、そう、両親は仲間に対して働くもので「イット」に対しては働かないっていう、そういうだからやっぱそういう社会とかを築くために作られた心の機能なんだろうね。うんうん、そうかも、守るためにそういう機能が備わってる、そう社会が仲間同士がつながって、それが一つの塊となって発展するように、だからウォール街の敵だみたいなことになっちゃってる。うん、かえこれってあのなんか博士の理論のあのすぐ体を許すと男性から物なんか使われる、すぐ体を許すと、その人は人として扱われない。そう、なんかありました。確かにね、あの女性と遊ぶ時だから、そのなんだろう、まあ、セフレみたいなのと恋人っていうのを分けてるのが人か人じゃないかっていうのは僕は思っていて、だからそのなんだろう、最初体の関係を持ちたいとか、まあ毎日したいとかそういうのって相手を人と思ってなくて、まあ、性の対象と見てるんですよね。でもなかなかデートしてるうちに楽しかったりいろんなことがあったりすると人として見えちゃうんで、そこに罪悪感が生まれたりとか、人として扱うようになるっていう、そのつながり気づかなかったな。そこにつなげていくよ、ちょっとね、恋愛に絡めてくる、怖いここまで黙っておいてそれ来る、で今なんか言おうとしましたね、さらに。いやなんか愛着をその持たせる期間としてデートを重ねた方がいいってことですね。そう、いいこと言ってる。あ、すごい。理論先生。愛着、ね、しかもそこで愛着というワードがね、出てきて。ああ、そうですよ。そうですよ。これは。なるほどね。そういうのもいいってことかな。ひどいことをしてもいいみたいな、女性に対してね。そうかもしれない。女性っていうものとして見てる。そうね。個人で。それなんか私がすごい引っかかったのが、この本の中でこれをやっぱ軍部が使っているっていう。これっていうのはこの3つを、敵を殺すときに。あ、そうです。戦争で。躊躇なく殺せるようにってことね。軍部はこういうことを使ってこう。人を殺しても良心が痛まないような冷徹な人間を、人間としていないとか、はい、命令を下す人間が近くにいる時とか、服従者がこの行動に責任がないと考えるようになるっていうのをわざわざ作り出してる。そう、はいはい、っていう方、っていう一文があって、それがなんかすごいなんかむごいなって思ったっていう。
なんかありますもんね、あのドローンで殺すとかね。あ、ドローン最近ね、無人機が殺してますもんね。あの特にそのイスラム国とかイスラムアフガニスタンとかね、それオバマさんがすごい喜んで使ってるっていう、まあもうそれは終わったから、だからその味方の被害もないし、でそのアメリカにいながら、まあ、家からこう何ペンタゴンかとか分かんないけど行って殺して帰ってくるみたいな、あとその殺す時もシミュレーションいっぱいするらしいですね。似たものを作って、あのシミュレーションの中でやってる感を出すっていうか、ゲーム感覚にしようとしてるみたいなね。ああ、かそういうの優れてそうです、ね、優れてるね、うん、ミューグラム的な人がいっぱいいるんだろうね。あ、大丈夫です。学問ってそういうなんか戦争とか軍事とか、うん、そういうところから結構なんか発展っていうか ね、 うね、うん、莫大な金が使われるしね。あ、そうですよね、うん、研究対象になってそうです。あれ、あ、ここまでで大丈夫ですか？次また違うところに。はい、で次、あ、それ聞きましょう、聞きましょう。全然関係ないかもしれないけど、戦争って、うん、もう DNA に仕組まれているんですか？あ、それはでも戦争っていうものそのものが、さっき言ったその仲間か仲間じゃないかの戦いっていうか、うーん、だから何でしょう。でも戦争があるといろんな社会の物事が発展するじゃないですか。こういうのを実験したり実験しようとかね。うん、それももしかして、あ、それって、あ、どういうふうにして仕組まれてるかどうかを確認するかっていう と、戦争があったことによって人類が生き延びてるかどうかじゃないですか。だから戦争がない社会がまずあり、うん、戦争がある社会があり、うん、どっちの方が子孫を残してるかって話ですよね。それは昔まで遡れば、うんと、なんかなんだろう、そういう民族間の戦いですよね、うん、なんか100人とか50人ぐらいの、でそこで戦争を起こして奪っちゃった方が生き残ることも多いでしょうね。だから戦争の、そうですよね、うん、そうそう、あるコミュニティがもっと領地を増やしたいっていうことで起こすものじゃないですか、うん、だとしたら、まあその根本は遺伝子にプログラムされててもおかしくないですよね。そうですよね、はい、はい、ありがとうございます。で、あ、じゃあ次いきますね、はい、で次がそのサイコパスの特徴に、いや、待ってたんだよ、はい、それを。知りたい、知りたい。これなんかすごい。さっきも違ったんだっていうのがあるけど。まあいいや。さっきの定義です。これは、うん、その、あの、マーサー・スタウトが言ってるものになってきます、うんうんうん、で、なんか、例が結構すごい載ってるんですよ、うん、この本。例を、だから使って、あの、説明をしていくんで、例がすごい載ってるんですけど、その中から、2つ私が選んだ例を紹介します。うん、はい。でまずそのエリートなサイコパスの例なんですけど、はい、こう そのスキップっていう人がサイコパスなんですけど、スキップっていう名前がサイコパス、サイコパスの名前なんですけど、この人すごいハンサムで容姿端麗でしかも賢くて、うん、めちゃめちゃモテるじゃん。そうです。でなんか笑顔とか、昔からちっちゃい頃から笑顔とかおせちとかをバンバン使って、うん、こう女の子だったり先生とかに気に入られるっていう、うん、人たらし、引きつけられるなそれ、うん、でもこうなんか成績はそんなに良くなくて、でしかもなんか女の子とデートしてる話とかも一切出てこない、なんかちょっと、うん、みたいな感じの、うん、まあ、だそこが多分好感度も高くなる。でもここにエリートって書いてあるけど勉強できないってこと？そう、実際はそのすごい賢いんだと思うんですよ、うん、ただ勉強なんかその努力をしなくても、うん、なんかちょっと普通の点差取れちゃうからしない。島高速タイプだ、古いけど島高速このサイコパスって努力することがすごい嫌い、だから結構すごい努力を積み重ねて何かを得ることが嫌い、だからとっとり早く、そう、とっとり早くこう手に入れたいっていうところがまずこうサイコパスっぽいっていう、これがポイント1なんですけど、うん、でも実はその成績、まあ、成績に関してはそうなんですけど、女の子と別にデートしてなかったわけじゃなくて、うん、実際はなんかその11歳の頃から女の子を密かに家に連れ込んで、うん、なんか11歳とは覚えないようなことをしていたっていう。あ、だからまあ、うん、なんていうの、大人のなんていうの、体の気も体の関係とか、そういうことなんだと思います、うん、それ でも彼の家は資産家ですごいお金持ち、うん、いいねそれ、うん、で彼はそのでもお金持ちである親のことも多分お金だと思っていて、親はお金だと思っていて、うん、その小さい頃に父親の書斎にあったこうなんなのあの報告書を使って、うん、
親が死んだらいくら残るのかっていうのを計算してたっていう、その親に対しても愛着がない。これ実話なの？多分実話なんだと思うんですけど、うん、まあね、名前とかは多分めっちゃ変えてるっていうふうに書いてありました。まあスキップ、うん、なるほどね。それなんか本人が特定されないように大事な要素を残して、というのもその話を本人が言ってたのか、それとも何かの記録で分かったのかっていうのが気になるけど、まあいいか。そう、なんかマーサースタウトはこの出てくる本人たちは名前も変えてるし、うん、そのエピソードも少しちょっと手を加えてる、うん、でもなんか大事な要素を残してエピソードを変えてるっていう。はいはい、わかります。うん、なんか半分多分本当で半分嘘だと思います、うん、でその彼すごい、でも普段からすごい退屈していて、こう何でも思い通りやっぱり行っちゃうんで、かっこいいしていて、そのなんか彼の唯一の楽しみは別荘でカエルを殺すことだったんですよ。ちょっと待って待って待って、唯一の楽しみ、それ11歳の時でしょ。そう、11歳の時の唯一の楽しみとしてカエルを殺すことです。じゃあ11歳とは思えない行為をすることはそんな楽しくないんだ。多分そうなんだと思います。彼はすごい退屈していたっていう一文があったんで、でそのカエルの殺し方もすごくて、どんどんなんか発達していくんですけど、うん、まあ、最初は突き刺すだけだったんです、うん、まあ、それでもすごいんですけど、そしたらなんかその花火を使って殺すことをちょっと思いついちゃうんですよ。で、あ、そんでその花火を、あの友達をちょっと使って、うん、花火を買わせるんですよ、はい、友達、しかもその友達も選んで、花火を買ってきそうな、言うことを聞きそうな友達を選んで、花火を買いに行かせて、うん、でその手に入れた花火を使って、その花火をカエルの口の中に入れる、うん、で爆発させる。でもそれってなんか昔の人よくやってたよね、子供の頃です。なんかお腹、カエルのお腹膨らましてね、ポーンとか爆発させたりとかやってましたよね。だからそんなに珍しくないというか、僕より10歳か20歳ぐらい上の人は子供の頃は殺したなみたいな。多分今みたいにおもちゃとかそんななくて、生まれて言うのとかないからね、戦後だから。この人も結構古い話ですよね、太平洋戦争の話とか出てたから。そう、ね、ああ、そうね、おもちゃがなかったっていうのを。結構カエル殺してるよ。結構カエル殺してる。結構殺してる。話よく聞きますよね。聞く聞く。今の話聞いてても、うーんっていうか、昔の漫画、それが猫だったらちょっと引くけど、そうですね、カエルなんだって思っちゃった、うん、けどまあまあまあ、じゃあ次いきます、はい、ね。まあ、でもそういうところをしているのを見てても家族は見てるんですけど、やっぱりその変な行動とか、うん、でもやっぱ見てみぬふりするっていう、うん、で母親も妹もちょっとこの子は賢いけどなんかサクシーでちょっと気味が悪いところがあるっていうふうに分かっていて、でもこのあとトントン拍子に大学も MBA のビジネススクールまで行って、トントン拍子に、トントン拍子って頭いいじゃん、行くんですよ行くんです。でもなんかそのトントン拍子に行く中で、そのやっぱりなんかこう人をやっぱり思い通りさせる能力にもさらにこう磨きがかかってくる。うわ、いいな、うん、でその後になんかアリカ社っていう会社、鉄鋼の会社、うん、私知らないんですけど、本当にあるんですかね。私も知らない。社は何感じなのそれ。あ、社です、あの会社の社です。まあ、で入社してからもその調子でどん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 出世していくんですよ。で誰もやりたがらない大きな賭けとかの仕事も進んで引き受けて、でそういう仕事を全部成功させるから創設者にも気に入られるんですよ。で最終的にその、まあ、しかもイケメンだからね。あ、そうですそうです。でその最終的にその後役員と CEO まで上り詰めるんですよこの人は。で、まあ、私生活ではこう30歳の時におとなしくて、もう綺麗なあのお嫁さんを手に入れるんですよ。で結婚するんですけど、うん、この手当たり次第にもうなんかずっと手当たり次第に女の人とやっぱトラブルを起こし続ける、まあ、結婚してからもそう、トラブルを起こし続けて、トラブルが大きくなってこう、うん、みんなが会社でも問題になったりとかしても会社が全部お金で解決する、うんうん、なんか王子製紙のなんかお話してたなあのカジノのね、あ、そうそうそうすみません。で小切手を払って全部習慣を終わらせてくれるっていう。かっこいい。で、まあ、でも最終的になんか2003年の時にこの人なんか詐欺行為で証券取引委員会から訴えられたらしいんですよ。へえ、そうなんだ。でそこで話が終わるんですけど、でこれもこの人まだでもその2006年その本が出た時は、うん、そのなんかまだ判決が出てない状態、うん、でも訴えられただけっていう状態で話が終わるんですっていう。なん
人心掌握術になんかすごい優れてるんだよね。あ、そうそうみたい。